男子の決勝は代表選考レース最終試合、現在2連勝中、選考レースのポイント1位につけている張本智和、現在世界ランクは4位です。まずこの張本が入場してきました。この大会もわずかに失ったのは1ゲームだけという好調さを見せています。この張本、選考レース3試合連続優勝に向けて決勝戦です。そしてその張本の相手が戸上隼輔、現在の全日本チャンピオンです。ただ選考レースは少し出遅れました。第1回の選考会では2回戦敗退、そして T リーグの個人戦ではベスト8に終わりまして、現在は11番手ということになっています。ここからエンジンをかけていきたい戸上。さあ、張本と戸上の男子の決勝が始まります。ジャッジを行います。審判をご紹介いたします。主審竹原達也、副審佐藤隆、張本と戸上の決勝ということになりました。第2回のパリオリンピックの日本代表選考会トップ32です。2024年1月までの2年間で世界卓球や国内選考会 T リーグなどに独自の選考ポイントを付与しまして、上位2人をシングルス代表に選出する方針という、そのパリオリンピックのシングルスの日本代表に向けてのこの選考会です。前回までは世界ランクが対象でしたけれども、今回からは国内重視ということでこの国内選考会が行われることになりました。もちろんアジア大会や世界卓球などのポイントも含まれるんですけれども、この国内のポイントが大きくその代表を左右してきます。その第2回です。この張本が第1回と、そして先月行われた T リーグカップでも優勝して現在は1位。ああ、そして現全日本チャンピオンは調子を上げてきている戸上との一戦です。ご覧のように戸上はまだこのベスト8の中にも入ってきていないという、その中でここから本領発揮といきたいこの第2回の選考会です。アクション福岡で行われている第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32、男子の決勝がこれから始まります。張本対戸上の一戦です。放送の解説はロンドンオリンピック銀メダリストの平野早矢香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のオリンピックから日本の代表選考が、世界ランクから国内重視というような形に変わりました。そうですね、ですから、1回の選考会ということでもなく、本当1年間に何回の選考に関わる大会があるということで、本当選手たちは当然海外もツアーという部分もありますし、はい、こういった国内の選考会ということで本当に1年を通してなかなかこう気が抜けないといいますか、はい、そういった意味では強化の仕方もこれまでとは違った、試合のこうスケジュールを考えながらの強化という形になってきますので、今まで のオリンピックの選手選考の形とはだいぶ変わってきますよね。そうですね、その中でこの選考対象レース大会2連勝という張本、今回の大会も勝ち上がりご覧いただいて、本当に打ち抜ったのは1ゲームだけということで、いい状態でこの決勝まで来てますね。そうですね、表情を見ていましても非常に落ち着いていますし、こう相手がよく見えているといいますか、最近の海外のツアーも、もちろん負けた試合もありましたけれども、先日中国の、林高遠選手に大逆転をしたというような試合もあって、そういった意味では、ここまでちょっと苦しい時期も張本選手続いてましたけれども、こう全体的にこうなんかまとまりつつあるのかなという印象を受けますね。そうですね、本人ももちろん相手からは追われる立場で対策はされるけれども、逆にいっぱい試合することで、自分のここが狙われてるんだということで、自分に対するまた対策もできるようになったと、そういうふうに言ってましたね。本当選手によってはある程度練習をやり込みたいという選手もいるんですけれども、試合の中でいろんなこう感触をですね、確かめながら、反省をして強化をしていくという、試合の中で強くなる選手というのもたくさんいますね。そうですね、
さあ一方の現全日本チャンピオンの戸上ですけれども、こちらの方はちょっと選考レース出遅れていたんですが、今大会は順調に、こちらも失ったのは1ゲームだけという順調な勝ち上がりを見せました。パリに向けての戦いです。第2回パリオリンピック日本代表選考会卓球2022トップ32男子の決勝です。張本智和と戸上俊介の一戦です。画面手前、戸上のサーブから始まります。試合は7ゲームマッチです。最初の打ち合い、まずは張本が取りました。解説平野早矢香さんですけれども、さあ張本と戸上、この大会はお互いに4試合で失ったゲーム1ゲームといい形で決勝まで来ました。そうですね、やはりまあこういったトーナメント戦になりますと、やはりここまでの勝ち上がりというのも、やはりこの決勝戦に向けてのですね、仕上がり具合といいますか、やはり変わってきますので、はい、そういった意味では2人ともいい状態で決勝まで勝ち上がってきましたよね。今度は戸上のバックハンドです。まあ、張本はこの選考レースでもトップに立っていいスタートを切ってるんですが、逆に全日本チャンピオンの戸上がね、ちょっと第1回大会、それから T リーグカップと苦しみましたんで。そうですね、戸上らしい連打でした。この前半の入りを見ても、やはりここでね、しっかりとこう優勝して少しでもポイントをという、そういった気持ちが戸上選手現れてますよね。まあ、まさかの現在はレースはポイント11位という戸上です。さあ戸上が追いつきまして、ここで逆転です。戸上もブンデスリーグとの掛け持ちという形で日本とドイツを行ったり来たりという中でのこの選考会です。まあ、ただ今回は T リーグカップがあって、あと関東学生リーグにも2日の試合に出場してということで、もう時差ボケの方はね、大丈夫なようですが。そうですね、まあ、本当にあの海外を拠点にしている選手というのは、まあ、この往復、まあ、海外 の、 その時差の部分と移動ですよね、どうしても疲労がたまりますので、まあ、その部分に対して、まあ、戸上選手がこうアジャストしていけるかどうかというのも、はい、まあ、一つポイントですね。オーバーです。まあ、本人もそういう意味でもまだまだ僕は未熟なんだなと T リーグカップの時には感じましたというふうに話していました。素晴らしいですね、はい、張本選手、戸上選手両選手ともやはりこうサーブのコントロールが非常にいいので、まあ、今も戸上選手が全くこうチキータできないような、ね、フォア側の非常に短いところにサーブを出して、ちょっと甘くなったところを台上でチキータで狙うと。そして今度は戸上はロングサーブを出していきます。まあ、実はこの2人の対戦は T リーグの個人戦の準々決勝で当たりまして、その時にはフルゲームで張本が勝ちました。張本が攻める、戸上下げられました。非常に落ち着いていますね、はい、やはり戸上選手からしますと、やはりまあ強打、まあ、攻めのボールに対して1球しっかりブロックされるというところで、まあ、ちょっとこうプレッシャーが感じているのかなと。張本選手はまあ攻めるボールと、まあ、ブロックするボールというのが結構明確にここまでできているかなと感じますね、はい。まあ、張本自身も今大会も非常に精神状態的にもいい形で、そしてまあポイントリードっていうのもあるんですけれども、はい、 そんなに考えすぎずに戦えていると。ポイント取りました。やっぱりこういうポイントレースっていうのは最後まで分かりはしないんですけれども、先手を取った方が精神的にはいいですよね。そうですね、まあ、張本選手なんかですと、まあ、そういった意味ではポイントで少しリードしているという部分では、はい、まあ、ちょっとこう相手を、まあ、余裕を持って見られるといいますか、まあ、そのあたりはやはりこう先手を、ね、こう取って、まあ、少しリードしているというところの強みですね、はい、
さあ第1ゲーム張本がポイントをリードしていきます。自身は世界でも日本でもどちらでもトップを取って日本代表に選ばれるように頑張りたいというふうに話しています。張本も今年はブンデスリーグに初挑戦が決まっています。最後このバックハンド、これでゲームポイントを握りました。まあ本人もバックはもう不安がないというふうに話しています。さあ第1ゲーム張本が11対5で取っています。さあ平野さん、張本が第1ゲームは危なげなく取りましたが、どういうふうにご覧になりましたか。はい、まず張本選手のサーブですよね。戸上選手のフォア側に短いところに縦回転のサーブが多かったですね、はい。まあ、下回転系のサーブと、まあ、そしてナックル系のサーブ、まあ、そこに対して戸上選手はちょっとなかなかこう得意のチキータで勝負ができないと、で、まあ、そこからの展開張本選手いい形作っていましたし、また戸上選手のこう攻めの形に一旦なった時もですね、あのしっかりこう距離を合わせて1球ブロックできているので、はい、戸上選手からするとこういい形になってもなかなかこう攻めきれずに点数につながってないところがちょっとこう苦しいところかなと、はい。まあ、そういった意味ではそうですね、やはり張本選手のサーブからの展開というところ、まあ、そこから一つなんかこう突破口を見つけないと形としてはちょっと戸上選手難しいかなというふうに第一ゲームを感じましたね。そうですね、はい。まあ、ブロックで返ってきてしまうところではより強くとかより厳しくという意識が逆に強くなってしまいますもん ね。 そうですね。さあ第一ゲームを取りました張本です。第2回パリオリンピックの日本代表選考会トップ32男子の決勝です。まず第1ゲームを取った張本のサーブから、これもフォアハンド。戸上選手のなかなかこう一発で決めるような、ね、鋭いチキータというのがまだまだ出せないですよね、はい。まあ、ですから今のようにチキータではいってるんですけども、それはもう張本選手待ってるよという形で、はい、カウンターで攻めていくことができてますね。前回の T リーグカップで当たった時には敗れた戸上は張本がうまい戦術を使って自分の長所を出させないと、そんなプレーをしてきたんだというふうに話していました。ですから今日も少し似たような感じですかね、はい。そうですね。ここも振っていこうという意図は戸上あるんですが、そのボールがオーバーしました。手の戸上なかなか取れません。張本選手はバックハンドですね、はい。今日はあのちょっと難しいボールは非常にこうコンパクトに、あの瞬間でこう回転をかけたりですとか、まあ、鋭さのところは落とさずに、はい、しっかり戸上選手のコースをつけているので、なかなか一発でね、戸上選手がこう振り切るっていうボールが出せないですね。そして張本の方も非常に今日はミスの少ない守りも固いプレーを見せています。ここで戸上のチキータが決まりました。ポイント的にも追う形ですから、戸上としては是が非でもこの大会は優勝が欲しいところです。さて強打、いや張本がついてきます。そうですね、まあ、今戸上選手第2ゲーム少しこう巻き込み系のサーブに変えたりですとか、はい、こうちょっとこう展開を変えようという、まあ、そういった姿勢を見せているんですけれどもね、張本選手しっかり対応してきてますね。このボールはサイドアウトです。まあ、当然張本も水谷なき日本の代表は自分がエースで守るんだという話をしますし、戸上も全日本で優勝した時には水谷選手がいなくなって一つ枠が空いたと、僕はプラスに捉えていますと話していました。まあ、実力的にもね、今この2人が日本のトップにいることはまあ間違いないでしょうからね。そうですね。
なかなか戸上が突破口を見出せません。自分からどんどん仕掛けていきたいところではあるんですけど、はい、今のように、まあ、今長いサーブを出してちょっと張本選手持ち上げさせたところを狙うというカウンタープレーですね、まあ、それ以外にもこうちょっと突き押してカウンターを狙いに行こうというプレーも出ていて、まあ、なかなかまだ点につながってないんですけれども、はい、まあ、少し張本選手にやらせながら狙うという形も、はい、今のも少し張本選手に打たせる先にちょっとドライブをかけさせる形、はい、こういった展開を入れていくと、まあ、また少し流れが変わるかなと思いますね。はい、100年に1人の逸材戸上ですと、そんな言葉もありました。ただ落ち着いていますね。そうなんですね、はい、まあ、一つ7月に1年ぶり国際大会の優勝、それも林公園を 0-3 から大逆転でした。ここも自信になっています。男子の加瀬監督もこの選考会というのはパリオリンピックに出るための選考会ではない、パリで金を取る気持ちがあるかどうかを試す大会だと、そう話しました。ここはストレート。ただまだ張本のゲームポイント続いています。ネットイン、うん、これはありません。一つ大きな息を吐きました戸上。ネットイン、バックでストレート、クロス、いいボールだ。ここは戸上らしいボールがようやく出ました。少し戸上選手はこう1球で決めようというよりは少し連続的に攻めていこうというような形で、はい、まあ、力のコントロールですとか、はい、まあ、そういったところは少し変えてきてますね。距離もちょっとこう調整をして、うん、初めから少し距離を取りながら詰めていくというような、まあ、そんなプレーも見られましたね、はい、前回の T リーグカップでは逆転負けを喫した戸上。これもオーバーです。さあ戸上が1点差まで迫ってきました。やってることが少しずつポイントになってますか、はい、そうですね、今は少しこう高く投げ上げて、まあ、あの回転量の強いサーブにパッと変えてきましたからね、はい、ちょっと下がっている戸上、ここで拳を握りました。大きな1球ですね、ここで、ね、2対0ってなることと 1-1 にするっていうところは全く違いますから、このゲームは一つ大きなポイントになりそうですね。そして今度は戸上がゲームポイント。いや本当に途中からゲームポイントに握られてから一気の連続ポイントですね、はい、そうですね、選手が少しこう足が止まってしまうような、はい、まあ、それぐらい連続的に攻めていくことができてますね。しまったか。さあこれで再びデュースです。サーブは1本交代、まあ、まさに最初のこう勝負を握るような鍵の場面ですね、はい、そうですね。強く行きました。高い打点で打っていった戸上、ちょっとネットに当たって手を挙げましたが、まあ、前回逆転負けをしたときは最後は自分がリードした中で相手に強気で決められたのが本当に悔しかったですと。です
から逆に強気にいった戸上。さあ第2ゲームは大逆転で取りました。これでゲームカウント1ノールです。平野さん、鍵を握ると言われたこの第2ゲームですが、戸上が逆転で取りましたね。戸上選手にとっては大きな1ゲームになりましたね、はい。まあ、本当に出足からこうサーブをですね、ちょっと巻き込みのサーブに変えたりですとかいろんな工夫をしてたんですけど、なかなか展開が作れなかったと。ただまあちょっと、張本選手リードされた場面で少しこう戸上選手台と距離を取りながらですね、連続的にこう攻めるような形、はい。また自分から先に仕掛けるというだけではなく、まあ、張本選手に少しこう先に打たせる、軽くドライブさせたものを上から両ハンドで狙っていくという形、はい。まあ、これが徐々にはまってきてですね、最後は少し、まあ、やや高めのトスからの、まあ、ぶち切りのサーブですよね、はい。そこに対して張本選手がこう合わずに、まあ、ミスが出ましたけれども、この1ゲームは張本選手にとっては 2-0 リードとなればね、はい、精神的にもう少しこう楽になったはずですから、この出足重要ですね、3ゲーム。そうですね。さあこれから第3ゲームです。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32男子の決勝です。第1ゲームを取った張本、第2ゲームも途中まではリードしていたんですが、最後ゲームポイント握られてから戸上が逆転。さあワンノールになってこれから第3ゲームです。ちょっと今張本が台の汗を拭いてくれというふうに審判に促しました。取れそうで取れなかったことが張本にどのぐらいの精神的ダメージを与えるか、逆に取られそうで取り返した戸上にとっては精神的には有利に戦えるこの第3ゲームということになります。さあ汗も拭き終わってこの第3ゲーム、戸上のサーブから始まります。最初のポイントは戸上。まず追いつかれた張本がどういうふうに考えてくるか。そうですね、今戸上選手少しラリー戦に入った時に台と距離を取っているので、いわゆる1ゲーム目の時のように速いテンポで意外にボール返ってきてないんですけど、ちょっとこう戸上選手からためを作って、まあ、打っているので、はい、張本選手からするとタイミング的にはちょっとこう時間があるような形になっているので、まあ、そこの中で少しこう足を、まあ、自ら動かしてですね調整していかないと、ちょっと今のように、はい、まあ、いわゆるこうボンミスではないですけれども、簡単なミスにちょっとつながってきてるかなと。まあ、戸上選手の場合は、まあ、逆にその距離感というのが合ってきてますので、はい、ちょっと距離を取ったところから、まあ、ヨーロッパ選手ではないですけれども、まあ、少し連続的にこう攻めていくような形っていうのが取れてますね。まさにそれがハマっています。第2ゲーム最後の逆転の勢いそのままにこの第3ゲーム序盤戸上がリードしました。ここもストレート、戸上のいいボールが出ました。張本と戸上の決勝は第3ゲームに入っています。第2ゲーム逆転で取った戸上がこの第3ゲームもリードを奪っています。よく拾っている。しかし張本ポイントにしました。前から少し距離を取っている戸上。ブロックで止めていきます。ちょっとネットイン回りましたが張本押し込んでいく、少し前に来ているが、ただこれは打ち切りました。
選手も、はい、少しこう全力でスイングするボールだけではなくてですね、ちょっと難しいボールはやや力を落としてコントロールで1球つないで次を狙うとかですね、少しこう緩急が見えますよね、はい、頭をかいた張本、やはりリードされているところでは決めたい意識でこのボールがオーバーになります。これだけ変わるんですね。そうですね、まあ、ですから本当に試合はもう1球1ゲームでガラッと流れが変わるっていう怖さがありますけれども、はい、まあ、このゲームに入って戸上選手バックストレートのボールが非常によく走ってますね、まあ、あれがあることで張本選手もなかなかこう動きを止められてしまうというようなですね。そして今度はストレートがあるからこその今のクロスです、はい、前半はあれが、ね、全部止まっていましたから、はい、まあ、そういった組み合わせでねどんどん崩されるんですよね。オーバーです。第1ゲームは張本、第2ゲーム戸上、そしてこの第3ゲームも戸上リード。素晴らしいですね、はい、世界を取ったこのチキータ。今度は張本が1本ずつ返していきます。強打返す張本、前に詰めてくる、しかしここでオーバーです。いや戸上もミスをしません。やはり1ゲーム目、まあ、戸上選手がこう想像していた以上にですね、はい、張本選手ブロック硬かったですから、まあ、そういった意味ではもう連続で返ってくるぞという準備がもう戸上選手はもうできていると、はい、今少し張本選手もサーブを大きく変えましたよね、バックサイドに逃げていくようなサーブでしたね。これも払っていきました。選手はね、はい、台上 のフリックは安定していると思いますね、まあ、台上プレーではそんなに有本選手も負けてはいないとは思うんですけれども、まあ、その後のラリー戦の形ですね、今ちょっとこう迷いが出ているかなと思いますね、第3ゲーム最後戸上よという大きな声が出ました。第3ゲームも戸上取って戸上の 2-1 です。ゲームの勢いそのままに第3ゲームも戸上が取りました。いや本当に第2ゲームちょっとリードをされているところから少しずつ変えていった戸上の作戦がどんどんハマってきてます。そうですね、まあ、まだ2ゲーム目の後半は、はい、こうちょっとどの戦術がいいのだろうとこう迷いながらではあったと思うんですけれども、まあ、一つ突破口を見つけて、まあ、まずこのラリー戦の形がこの第1ゲームと第3ゲームはもう真逆になりましたよね、はい、まあ、ですから張本選手からするとこう1ゲーム目の印象がちょっと残っていたのもあったので今度はいきなり自分がこう攻めなければいけないとちょっと行かなければいけないというところからこう少し焦りが出たりですとかまあそういった中に戸上選手のバックストレートまあいいボールもありましたのでまあ少しこうまだ自分の戦術が張本選手はこうまとまっていないのかなというふうに思いますね、はい、第1ゲームは張本がメリハリのついた攻撃でしたが、はい、第3ゲームは戸上がメリハリがついていました。さあ戸上リードで第4ゲームです。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32男子の決勝です。世界ランク4位の張本、そして現全日本チャンピオンの戸上、この一戦は戸上ゲームカウント2対1とリードして第4ゲームです。このサーブから始まります。まず最初のポイントも戸上が取りました。何か不思議なもんで作戦はまると一本一本のキレも出てきた感じがしますね、はい、そうなんですよね。戸上選手はこう迷いな
ながらこう動いたり打ったりするとですね、こうどうしても1テンポ遅れてしまうんですよね。まあ、一番こういわゆるゾーンにはまっている、まあ、入るときっていうのはこう無意識のうちに体が動くというようなね、そんな状態になりますので、はい、まあ、戸上選手はそのあたり、まあ、こう意識の部分と無意識の動きみたいなところが今すごくはまっている感じがしますね。そしてロングサーブから3球目、素晴らしいですね。まあ、世界トップレベルの今のバックハンド強打でした。戸上選手、このバックハンドのカウンターというところがね、素晴らしいですよね。コースを変える、ポイント、ちょっと自分を鼓舞するように大きな声を出しました。ただロングサーブ2本できましたね、はい。まあ、ですからそういった意味では、まあ、戸上選手やはり張本選手にある程度先にドライブさせたものを狙うという、はい、まあ、やはりカウンターを軸に戦術を組み立てていると思います。これはレッドです。ワンスリー、これはラケットの角でした。当然張本もこの戸上のチキータというのは一つマークしているでしょう。回り込んだ、よく取った、ここは張本が止めました。張本と戸上の男子の決勝です。第4ゲームに入っています。さあ、1本戸上の攻撃を張本が止めました。そうですね、張本選手もバックストレートのコースというのを少し入れながら、まあ、戸上選手を大きく動かすという、まあ、ボールで、まあ、何球か点数を取りましたよね。はい、もしここで戸上、このあたりからお互いに次の作戦みたいになってくるんですか。はい、そうですね、まあ、あとはやはりコース取りですよね。はい、まあ、相手の位置を見ながら、まあ、どのタイミングで、まあ、大きくフォア側をつくのか、あるいはミドルをつくのかというところ、はい、あ、そのミドル、そしてクロスに行きます。まあ、今のもうまいですよね、戸上選手。はい、1球ミドルを挟んでからも大きくフォアをつくと、はい、まあ、やはりミドルをつくことでちょっと選手の足が止まりやすいので、まだよく見えてると思います。バック対バック、ストレート、素晴らしいですね。戸上が先にコースを変えました。いや、高いレベルのバック対バックになりですね。はい、少しこう初めは相手のボールを利用しながら、はい、ちょっと隙があればもうしっかり振っていて、最後はストレートと、うん、選手は今のサーブを、まあ、どこでどのように使っていくかですね。はい、前半からずっと戸上選手のこうフォア側に短いサーブを中心に組み立ってましたけれども、まあ、先ほどのゲームもそうですし、バックのこうサイドに、まあ、サーブを入れることで、まあ、戸上選手のこう意識をずらすといいますか、あのサーブは一つキーになると思いますね。ここもストレートに行った後ミドルを1本挟んでいます。あまり張本がラリーの途中で前に詰めてくるというシーンが少なくなりました。ここもまた戸上がリードを広げます。まあ、今非常にいい形で戸上選手の、ね、あの流れになってますからね。はい、男子の決勝です。戸上リードで第4ゲーム。ここで張本にミスが出ました。選手は今のようにやはり台上で少しこう先手を取りたい、はい、まあ、あるいはこうちょっと相手の距離をあのずらすような攻撃を仕掛けたいというところではと思いますけどね。はい、さあ
あここで流れを変える YG を1本入れていきます。まあ、展開を張本選手ちょっと大きく変えたいというところですよね。少し先手先手をこの戸上に取られている、まあ、戸上のちょっと手のひらの上で転がされているという、はい、そうですね、はい、これで3点差。今張本選手、まあ、少しこうループドライブのボールでしたけれども、はい、ちょっとこう戸上選手の距離が狂ったんですよね。ちょっと浅めのボールだったので、そうですね、はい、まあ、ですからもうあの戸上選手カウンター狙ってますから、今のループドライブの質みたいなものっていうのは意識していくとまた展開変わるかもしれません、ね。ただこのゲームも戸上がゲームポイント。最後もバックハンド決めていった戸上、このゲームも取って、さあ優勝にあと1ゲームとしました。戸上が3ゲーム連取ということになりました。いや平野さん、あの張本もね、やっぱりところどころで何か変えようとしてくるんですが、大きくは変わらないですね。そうですね、まああのまあ、この試合の流れを見てますと、はい、やはり戸上選手のこうバックハンドのカウンター、特にこのバックストレートのボールですよね、非常にこう走ってきていますので、はい、やはりあの張本選手、まあ、サーブ3球目のボールですとか、まあ、レシーブ4球目のボールのコースですね、あまりこう簡単に戸上選手のバック側に行ってしまいますと、こう全体的に押されたりですとか、なかなかいいラリー戦の形になっていないので、はい、まあ、どのタイミングでミドルですとか大きくフォアを突く、まあ、そういったボールを入れていかないと、ちょっと展開としてはね、今良くないですから、まあ、それぐらい大きく変えることをしないといけないかなと思いますね、はい。さあ2ゲーム以降は戸上の非常にいいところが出て、戸上がゲームカウント3対1リード、第5ゲームです。第2回パリオリンピック日本代表選考会トップ32、男子の決勝、張本対戸上。第1ゲーム張本、しかし第2ゲームからは戸上が3ゲーム連取しました。勝利に向けたあと1ゲームとした戸上、これから第5ゲーム、戸上のサーブから始まります。レッラッオー、現在の全日本チャンピオン、まあ、追われる立場だったはずだったんだけれども、もう気持ちを一度入れ直して、自分は完全に追う立場なんだと思ってこの選考会からやりますと話しています。バットに当たります。そうですね、戸上選手もやはり、はい、あの初めて全日本チャンピオンと言われてですね、まあ、自分の意識も変わる中で相手のこう気持ちというものも変わってきますので、その気持ちのコントロールが非常に難しかったと思いますね、はい。ちょっとネットに当たったでしょうか、手を挙げた張本です。まあ、一方の張本の方はどんなに相手がノンプレッシャーで 100% 以上の力を出してきても、中国選手より強いということはないんだと、そこは自分に言い聞かせているというふうに言っていました。ですからいいボールが1回飛んできても、そこで錯覚はしないようにしていると話していました。さあここでタイムアウトです。第1ゲームと第2ゲーム以降と大きく展開が変わりました。この男子の決勝です。まあ、その中で今度はもう張本はゲームを取られるわけにはいかないという立場になりましたが、そうですね、あの張本選手のボールがもう今は戸上選手もうガチッと合っているような感じでですね、戸上選手がもう気持ちよく、まあ、全てをコントロールしているように見えますの で、はい、で張本選手側から見て、戸上選手がこう、まあ、打ちにくいフルスイングしにくいコースであったりとか、ボールの深さであったりとか、タイミングであったりとか、あるいは回転量ですよね、回転が、はい、回転をかけ
げたり少しこう少なめにしたり、まあ、こういう工夫をしながら、まあ、戸上選手のミスを誘ったりですとか、ちょっとこう相手の位置をずらしたり、まあ、こういう工夫をすることでちょっとまたラリー戦の流れが変わると思うんですよね、はい、まともにこう打ち合うっていうのがなかなか今いい展開になっていないので、はい、まあ、そのあたり工夫できるかどうかですね。第2回パリオリンピックの日本代表選考会トップ32男子の決勝です。張本と戸上との一戦、第1ゲームは張本が取りましたが、その後は戸上が3ゲームを取っています。さあタイムアウト明けの1本、レッドです。3-1手元も抑えていくが、このボールネットに当たりました。まあ、本当第1ゲームはあのブロックが綺麗に決まってたんですよね、はい、そうですね、まあ、戸上選手が少しやはりこう思っている以上に距離を取っていますので、はい、ここも戸上のポイントということになりました。戸上が2ゲーム目以降は本当に自分がやりたいプレーをやっています。戸上がリードしているこの第5ゲーム、このゲームを取りますと戸上優勝。さあここもポイントにしました。戸上選手のボールに対してこう合わなくなってきてますよね、はい、今のも少しこう構えているところよりもちょっと浅めだったりですとか、カウンターはオーバーです。ただ張本も7月にはあの林公園戦 0-3 からの大逆転勝利というのもありました。あの時も諦めなければやはり何かが起こるんだということが分かったという話をしていました。ストレートを持っていく、ね、はい、素晴らしいですね、はい、ここは張本が先にコースを変えていきました。張本のあのバックハンドのストレートも途中から少なかったですもんね。そうですね、まあ、今のは戸上選手をうまく、まあ、バック側に寄せて、はい、高い打点でストレートに行けてましたので、まあ、あのボールはさすがに戸上選手もついていけないというところですね。さあ今度は戸上タイムアウトです。お互いにこの第5ゲームタイムアウトになりました、まあ、追い込まれた張本がタイムアウトを取るのは分かりますが、はい、戸上もこのタイミングでタイムアウトになりました。そうですね、少し早めのタイミングではあると思いますけれども、はい、戸上選手側からすると、まあ、今非常にいい形ですので、まあ、ここをしっかり抑えたいという、まあ、タイミングとしては私は悪くないと思いますね、一旦このやることを整理するといいますか。で当然張本選手は、まあ、これだけ点差が、まあ、つきますとやはりこうちょっと気持ちも吹っ切れてくるというところで、はい、まあ、先ほどのバックハンドなんかねいいプレーありましたので、まあ、ここでもう一度もう一球厳しいボールが返ってくる準備みたいなものと、あとはやはりサーブレシーブの入りですよね、はい、まあ、コース取りであったりとかその読みみたいなところですね、まあ、張本もだいぶ YG が増えてきましたね。そうですね、このあたりお互い整理してコートに戻っていきます。パリオリンピックに向けての戦いです。男子の決勝、張本戸上、今度は戸上がタイムアウトを取りました。ゲームカウントは3-1、戸上リード。6-3、福岡から今拍手が起きて、さあ戸上のサーブからプレーが再開されます。ここのポイント張本取りました。大きいですね、はい、張本選手からするとタイムアウト明けのレシーブですから、非常に難しいポイントでしたからね。少しネットに当たっていたか、すみませんという戸上の声が聞こえました。
張本がポイントを返して2点差にしています。張本と戸上の決勝戦、戸上がリードはしていますけれども、このゲームは張本が追い上げてきています。ここはミドルいいコースをついていきました。もうサーブをフォア側から出すという、はい、まあ、ちょっと今までにない形を取ってきましたよね。まあ、そしてあの3球目のコースもしっかりと張本選手のフォアミドル、まあ、この戦術は非常に良かったですね。今度はそしてバックハンド、長いサーブですね。今度はね、短いサーブにちょっとこう意識を出しておいた中での長いサーブからのバックのカウンター、ガッツポーズ一方、こうやって首を振った張本。今度は張本のバックハンドです。この第5ゲーム、まあ、あの徐々に張本選手バックハンドの打点を少しこう高く、はい、あの上げてきていますので、はい、先ほどよりもどんどんボール自体は、ね、走っていると思います。ストレートに持ってくる。しかしここは戸上よく飛びつきました。展開はね、張本選手の形でしたけれどもね、戸上選手のこのインパクト、グリップをこう握る力というんですかね、はい、回転量も強かったと思います。さあ戸上のチャンピオンシップポイント、バック決めました。そして高々と拳を突き上げました。第2回のパリオリンピック日本代表選考会トップ32、優勝は戸上です。現全日本チャンピオンが初めて選考会の優勝を手にしました。見事に優勝を果たした戸上。さあ平野さん、はい、決勝戦振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、もう試合のこう出だし、まあ、流れ、まあ、張本選手今日もこれね、あの優勝するんではないかなというような、もう完璧な出足でしたけれどもね、やはり大きかったのは第2ゲームですよね。そうですね、あそこのこう、まあ